次に串渕真理君。委員長。れいわ新選組の串渕真理です。私は会派を代表いたしまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、両案とも反対の立場から討論いたします。まず、一般職の給与法案についてです。反対する第一の理由は、厳しい生活に直面している中高年層に俸給の引き上げがないことです。法案では、初任給及び若年層の俸給を引き上げるとしていますが、物価の高騰に直面しているのは中高年層も同じです。一部ではなく、俸給法全体を改定することを求めます。反対する第二の理由は、高卒初任給について、改定後であっても最低賃金を下回っていることです。引き上げられた高卒初任給は15万4600円ですが、時給換算で921円となり、最低賃金の加重平均961円にも届いていません。しかも、最低賃金の引き上げは31円なのに、給与法の引き上げは 23.8 円にしか過ぎないという看過できない結果となっています。反対する第三の理由は、過去2年の特別給の引き下げに対し、今回の引き上げでは追いついていないからです。令和2年は年間給与でマイナス 0.3%、令和3年はマイナス 0.9% でしたが、今回はプラス 0.8% でしかありません。少なくとも過去2年で下げられた水準を回復し、さらに大幅に超える賃上げが必要ではないでしょうか。特別職の給与法案については、内閣総理大臣や国務大臣、副大臣、政務官などの幹部職を対象とするものであり、一般職とは逆に引き上げの必要はないという点で反対いたします。なお、人事院は毎年少なくとも1回、俸給表が適当であるかどうかについて、今回及び内閣に同時に報告しなければならないと定められています。少なくとも1回ですから、近似のような急激な物価高騰の局面では、年に複数回の勧告を行うなど、もっと迅速な対応をすべきです。人事院におかれましては、ぜひともご検討をお願いいたします。日本は過去30年、給与が上がっておりません。民間企業の賃上げを待つのではなくて、波及効果の大きい公務員給与を引き上げることで、介護、そして保育、また地域の賃上げをリードしていくべきだと述べまして、私の反対討論といたします。ありがとうございました。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に内閣提出、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。河野大臣及び木原内閣官房副長官は、ご退席いただいて結構です。次に内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関わる差し押さえ禁止等に関する法律案、起草の件について議事を進めます。本件につきましては、先般来各会派間においてご協議いただきました結果、お手元に配布いたしましたとおりの起草案を得た次第であります。
この際、令和